よろしくお願いします。お願いします。両国はやっぱりそのデビューの地というのもあるし、うん、あと何よりこう一個のたどり着いた目標の場所だと思っているので、なんか、まあ、大田区の時に発表された時から、うん、もちろんメインに立つ自分の姿は想像してやってたんですけど、そこでさらにもう一個実感が乗ってしまって、あ、両国国技館に立つんだ、あ、メインで戦うことになるんだみたいな感じで、なんかそんな風に思ってしまったら、こう今までのこととか、そのなんか東京女子のみんなのこととか、お客さんの顔とか、なんかいろいろお世話になった方とか、あ、なんかやるんだなみたいな感じになってしまって、なんかすごくなんか感傷的な顔になってしまったんですよね。そこはちょっと悔しくって、戦うんだからそんな顔ばっかりすんなよって思っちゃいました後で。あ、なんかそこはだから不甲斐なかったなと思って、それこそその東京女子旗揚げでもうガッタガタの状態で運転、ボロボロの車で運転してた時代があったと思うんですけど、あのその時は絶対いつか両国国技館をやってやるんだみたいなのとか言ってたんですよ、アホだから最終回が来ないアニメのあの両国国技館に立つっていうのは多分最終回だから、多分言ってるけど叶わないみたいな感覚だったので、当時はね、うん、はい、だからびっくりですよねびっくりですよね。そう多分エキシビジョン3分1本勝負とか5分1本勝負とか、そんなすっごい短い制限時間だった気がして、でその私がなぜあのこのキックでやられたか覚えてるかっていうと、ものすごくここを蹴られてってなって、あ、そうです、この辺にバッて入って息が止まってスリーカウントして、その後にちょっと怖くなった人と試合するのがちょっと怖くなった、輝かしいものっていう風にずっと見えてたものが痛いって思ったって感じですね。当時の私はもう何にもできないんで、覚えたてのヘッドロックの形を覚えてるみたいな、そんな感じだったんで、うわーってやって、うわーうわーうわーでしたねずっと。じゃあもうパンチとか、あ、そうです、あ、エルボーですかね、もうずっともうバカの一つ覚えてずっとこんな感じだったと思います。うわうわうわーみたいな。 あとドロップキックがしたかったんです本当は昔。でも当時全然下手くそでできなくって、片足で踏み切って片足を相手に当てるキックをやってて、それはまあ今でもこれを技にしようと思ってライダーキックとして使ってるんですけど、片足踏み切りで片足しか相手に届かないけど、これをじゃあライダーキックってことにしようって思って、当時ドロップキックが、まあ、今も下手なんですけど下手だから、ドロップキックが下手だからライダーキックをしてましたね。なんかまず結構私は2013年の3月にその初めて1回行って、本格的に練習始めたのは4月入ってからなんですけど、結構みんなとはなんかやっとデビューできるっていう気持ちではなくって、だから初めて言い渡された時とかはこうみんな歓喜余って泣いたりしてるんですけど、私は戸惑いの方が強くって、え、プロって名乗るのこれからみたいな、あ、こんなに何もできないのにプロになるのみたいな、あ、そこの恐怖でちょっとなんか弱気になってしまって、まあ、今もそうなんですけど、ちょっと大きいものが目の前にこう来るとちょっとなんか一瞬すごく弱気になっちゃうのはその時からなんですけど、あとみんながこうなんかプロレスラーになれるっていうことをこんなに喜んでるのに、私だけこの気持ちっていう温度差、あ、そうだね、温度差と、なんか年齢差もやっぱり当時は気になったので、そんなにないんですけど、やっぱ10代と20代がやっぱり私にとってはネックで、ちょっと後ろめたさというか、まあ、挫折してここに来てるしなとかも嫌だったしなんかまあ入場して客前に出されたら、もうその時はもう全力を、ただ本当に全力でやる
しか考えてなかったですね。なんで全部全力全力全力で全部ワンでキックアウトしてゼーハーゼーハーみたいな結構旗揚げ戦まではこうニコイチでタッグタッグとかで、あの例えば DDT さんの福島大会とか外で試合する時とか、なんかちょっとイベントとかで1試合だけ組んでいただいた時とかに山下と組んで試合にがすごく多くって、だからなんかその当時は勝手に相方だとみたいな認識がありましたね。当時は自分よりちゃんと輝いて人前のセンターできる人だと思ってたので、その真ん中にきっとこの人は将来的に全選手が写ってる集合写真の真ん中にいる人、はいはいはい、私はそのずれて横にいる人になるだろうなみたいな感じでした。なんか意外と勝っちゃってるんですよね。でもあんまり山下との試合で自分が勝ったとしても納得できてる試合は実は1試合しかなくって、はいはい、自分の中で、うん、一番最近やったやつです。一昨年のプリンセスカップ新木場、はいはい、新木場じゃない新宿フェイス新宿、うん、首固め、これが一番私が山下から勝つ最高の勝ち方だと思って首固め、ドンピシャ決まりました。やっぱり私はそのどこが好きかを計算したい人だと思うんですよね。勝ち筋はこう傾向とあれで考えて考えて作戦でタイミングが来たここだが多分一番気持ちいいんだろうなって感じですね。背伸びもしなかったし、なんか自分のなんか勝ち筋までの組み立てとかは崩して考えてそこで勝てたみたいな。多分やりにくいっていうかタイプとして苦手なんだと思います。あので結構やっぱり足先だけはすごく器用だから見えないところからいろいろ飛んでくるし、私はそのあんまり洞察力は実はないので、その来るすぐ来るものに対しての対応がやっぱりそのロープから走ってくるものじゃなくってここにいる人のこの辺から来るものはやっぱり苦手ですね。まあ止まったら負けだと思ってるのでそうなっちゃったらやっぱりこっちが不利かなみたいな部分では苦手ですね。今の山下はそうだな、より一層チャンピオン、より一層東京女子のエースになったなって感じです。なんかその形も一番なんだかんだやっぱり集合写真のセンター一番似合うと思ってるんですよ私は。でなんか昔はなんかエースって言われてるだけで自覚はなかったと本人は言ってるんですけど、負けるのがすごい嫌だった、自分がこのセンターのポジションじゃなくなることに対して恐怖心をすごい持ってて、だからそれで独りよがりというか、なんかギュッてこのポジションギュッみたいな感じだったんですけど、なんか今はそのなんかもっと堂々としてる感じがありますよね。確かにそうかもしれない、うん、だからちゃんと相手のことを認めて真剣勝負できるし、対戦相手のことを愛して試合をしてるなっていう感じもあるし、両国が来ることに対しても私はもう今からもう準備しなきゃ準備しなきゃ準備しなきゃっていう焦りではないかっていうちょっと実感みたいなものが自分の中にあって、緊張ももちろんあるって、山下はなんか実感ない、立ったら初めて実感するって言ってるんですけど、なんかそれっていい意味で自分が両国のメインに立って当然って実は無意識のうちに思ってるんですよ。立って当然だと思ってて、でそこには強い責任感と使命感ももちろん多分あって、無自覚だけど、うん、なんかそんな感じですね。当然自分がやって、当然自分が勝って、当然自分が団体を占める、違ういや興行を占めるみたいなところに対してしっかりとやるぞっ
って思ってるみたいな感じですかね。なんかまあ結構一つのゴールとも思っちゃってて、まあでもここで終わらせたくはないけど、一つのゴールみたいな感じはやっぱりいろんな方が感じてると思うし、自分の中でもそういう感覚はありますから、ということは今まで自分が試合してきた中で一番いいと思えることをしなきゃいけないと思ってますし、当然それだけじゃなくって、なんかちゃんと勝って勝たなきゃいけない、超えなきゃいけないって思いますね。面と向かってありがとうとかそういう言葉を言うのがちょっと恥ずかしいから、ちょっと何かしてもらった時もお礼が目に見えて言えなかったりするような感じなので、なんか照れくささもありますけど、やっぱり本人にはあんまり言わないですけど、私はやっぱりすごいし、団体の顔だと思うし、なんか立派にチャンピオンやってるエースっていうポジションをちゃんとしっかりと務め上げてるところにすごく尊敬があって、尊敬があってやっぱり強い、なんだろう、とにかくすごく認めてるんですよね自分は。でもだからこそ勝ちたいですよね、超えたい壁ですよね。登場を愛してくれてる方は自分も仲間だと思っているので、全員でなんか両国に来れたことが嬉しいし、感謝しかないですね。その連れてってもらったみたいな気持ちもあるので、なんかその感謝の気持ちも、ファンの方に対しては感謝の気持ちもあって、そこもあっての試合に臨むんですよね自分は。なんかまあ見てほしいですって感じです。